負けない。加減でいるか。自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ブッブ、あの話を知っていますか？なら、教えてあげますよ。少し前に、同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとか。で、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのはジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サッシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの芋女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。おう、ならサシャのところの狩猟話がいいな。驚かされることばっかりだぞ。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。よう、何見てんだ。やっぱりそうだったか。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいつ、いつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのもなんか危ういっつかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよジャン。あ、ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。でも血が滲んでいる。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって。お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。Thank you.
何？おいおい、今随分と派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。ていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何の用？なあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？もう行っていいかい？おい、大丈夫か？まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。私は調査兵団団長、エルビン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォールマリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で自分の命を落としてもやるという者はこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか？死にたくありません！そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。はっ！
元気かよ。ミカサ、アルミ。エレン、何かひどいことされてない？ねえよ、そんなことは。なあ、あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。おい、余計なこと言うなって。お前ら、ここにいるってことは調査兵になったのか？ってことは、憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン！まさかお前まで。今、なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。問題ない。油断は禁物だ。